しみです。こんにちは。お、ベルさん。いらそうですよね。これ、お弁当のバスケットです。いいえ。ところで、ベルさん。ええ、いいです。ありがとうございます。すみません。大丈夫ですよ。それじゃあ、また…ベルさんこそ大丈夫ですか？平気ですよ。ほら、このと…よかった。け…あ、なんだ…起こして…はい。ありがとう。よっと。ベルさん、意外に…別に普通だ。では…今度はぶつからないように気をつけな。僕も気をつけ。私とですか？ベルさーん。やっぱりし。こんにちは、ベルさん。お買い物ですか？シルさんも。ええ、今夜のために食材を買い込んでるんです。確かに無双ですね。いいんですか？任せてください。もう。シルさん。ええ、そこで。そうじゃなくて、それとさっきか…何ですか？今夜のための食材ってさっきは言ってましたけど、保存食とか飽きる…しかも、あえて重いものばかり…バレますよ。僕、もう腕がし…すみません。せっかくベルさんがお手伝いしてくだす…ダメ…じゃあいつでもよ。いつでも？重いものでもこまめに買い足す。僕がお手伝いしますから。なるほど。その代わり今日はこの辺。ええ、このアクセサリー。結局決める。それで坊主を買い出しに付き合わせた猫、こんなに遅くなったの？リュウはとっくに帰ってきてるのに。ごめんなさい、ミオお母さん。坊主が謝ることはないだ。そうしましょう、ベルさん。でも、おか…で？私とですか？こんにちは。お、ベル。実は私、もしお時間がある。いいですよ。よかった。でもシルさん、せっかく…シルさん、シルス…はい。いえ、お休みを。なんかだなんて。ベルさん。え、あ、あ…シルさん、どうしたんですか？いえ、違うんで…勘違い…実は私…気のせい
すがにそこまで。ベルさんは今のところ特には。僕も。はい。特に気になる気配はありませんでした。心当たりはある？特に思い当たりません。誰かと間違えられかもしれませんけど。はあ、すみません。そんな、あ、そうだ。お、はい、ありがとうございます。こんにちは。あ、あれ、その服。そうなんですけど。もしかして、そ、イエス。シル、どうしました？今日はここで。僕は別に。隅にいれば大丈夫です。それじゃあ、リュウ、私たちのことはそっとしておいてね。もちろん。ベルさん、実は。もちろんです。ありがとうございます。覚えて、あれ、常連の人。それが最近では。え、いえ、でも本当に。そうですね。でもこの、だからベルさん、他の人の力も必要じゃないですか。それは考えましたけど、ほとぼりが冷めるまでお店を休業にする。はい、とりあえず犯人を捕まえる。何かを。さすがに今すぐに。私もお手伝い。あと、ほんと、ただ、その…ええ、お願いしてる分、サービスさせて。できますよ。ほら、ベルさん、もっと楽しそうに。出ないと。分かってるんですけど。でも言い出したのはベルさん。どうしたんですか？一緒に頑張っ。ええ、二人の共同作業です。ベルさん、まだ共同作業。あれはなん、そう。その結果罠にかかったのは。そうなの。それは、そうですよ。どうしてシル様。だからそれは、ベル様、まったくだ。最近
俺も手伝ってほしいって頼まれてな。デルフ君が謝ることは。それにしても、それよりもだ。事情は分かった。女性を脅かす悪党なんて。エスティア様のおっしゃる通りです。罠のビリにお任せください。ま、頼もしいけどやりすぎ。私とですか？今日も空振りでしたね。こうなるとやっぱり。この頃は視線も感じなくなって。ベルさんが今ではもう全くですね。今日なんだ結局僕。そんなベル、いや、そうと決まったわけじゃない。大丈夫ですよ、他のみんなも。答えられなくてすみません。そんなことありません。こんなことを言うのは不謹慎だ。ベルさんだ。なんて。シェル。クラネルさん。シェルも満足したようですし、あなたの伴侶となるシェルも聞け。もう、リュ、あのベルさん、リュウの言ったこととわか。どんな時でも。